こんにちは、つちのこです。今日は11月21日バチトレルセンター、練習台やってたんですけどね、なんと多分初めてじゃないかな、練習台の練習台喋りながらやってたんですが、録画ミスしてしまいました。ちょっとね、今完全に風邪をひいてしまってね、ちょっと頭が朦朧気味でございます。じゃあね、練習台がちょっと録画できなかったんで同じ台行きましょうか。今日はニャビーのこの台が来ています。あとキテルグマとヌイコグマの台ですね。これはペーパーカービィさん、ヨーメンくん、ザイさんが教えてくれてます。まずみんな同じですね、上のキテルグマとヌイコグマの間に入れていきます。いきます。はい、まず右側が落ちると、はい、まず1枚ゲットでしたね。おしゃれプレイもいっちゃうよ。さあ次はニャビーとキテルグマの間に置いてきますが、ツツケラ大丈夫かな、頼む動いてくれ右側。はい、よし、まあ OKOK。 そしてもう一回ニャビーとキテルグマでの間に置いていきます。はい、飛んでけー、 OK、 いい感じで飛んでくれましたね。あとはニャビーがぴょんぴょんと跳ねてくれたら OK。 どうだ、トーンはい、なんとか4手でコンプすることできましたね。さあ2手でこれどっちか取れないかな。グリグリと落として、いけ、綺麗に落とせ、落ちろ、うわー、綺麗に、お、綺麗にはまってるな、下強気の2個掴みである。グリーッとお、1個は取れるか、まさか、甘くないよね、いけ、落ちろ穴に詰まっちゃいました。そんな都合よくはいかないな、やっぱり。はい、今日はねツツケラキテルグマニャビーの台をコンプしましたね。お得意さんバッチ4ゲット。はい、それじゃあ今日のミバスコーナー行ってみましょう。双子の忍者サイゾウと鈴風、誕生日の10月2日をデコってお祝いす。1ヶ月以上前の投稿なんですけどね、いつも採用に時間がかかってすみません。あ、これでだいたい時間がわかりますね、採用までの時間がね。10月2日に多分おそらく投稿してると思うんで、1ヶ月半ぐらいかかるのかな、投稿が反映されるまでに。はい、今日はねちょっと本当にね、風邪ひいてしまって、声でわかるかな、喉がめっちゃ痛くて体がだるくて、ちょっとポケモンやりすぎだからポケモンはね、もう殿堂入り終わって黙々とやってたんですが、体調の方をねちょっと崩してしまいましたね。で、頭が朦朧としてて、録画ボタン押したはずが押されておらず、気づいてよかった。こうあたり当たってからね、あ、録画してないことを気づいてちょっと呆然としちゃいましたが、まあ同じ台やって、練習台の方はね5プレイやってニャビーが残ってしまったんですけど、本番台は結構うまくいってね、コロコロと落ちて4プレイでねコンプすることできました。結構爆弾台はね同じようにやっても全然違う形になるのでね、結構手数はね余分に見ていた方がいいと思います。ということで、また明日もね楽しくバッチ取っていこうと思うんで、よかったらまた明日も見てください。明日にはね体調治ってるといいな。ということで、つちのこでした。